ローソンのおにぎり、熟成生たらこ税込み198円食べてみた。おにぎりの大きさは100円ライターよりも小さめ。側面の厚みはそこそこ。断面図の具は少なく見える。具は見た目は少ないかなと思ったのですが、味は濃いめなので適度。パッケージの写真だとまるっとしたたらこが入っているのかと思ったのですが、おにぎりの具としてはペチャーとしたたらこでした。これで価格税込み198円はお得とは感じないかな。前回食べたローソン直火焼き豚丼おにぎり、ご当地もんにぎり、これの方がコスパでは勝利だ。